インスタでお店選ぶとか流行ってるけどさ、そうは言っても Google で検索じゃね。まあね、陽太郎くんみたいに流行最先端でない人はインスタって感じではないよね。まあまあ、でも事実でしょ。日本で検索されるうちの約 70% は Google が使われてるんだって。やっぱり Google 検索じゃん。 Google MEO サービスって知ってる？ Google で検索するとここに表示される地図に上位表示されるようにするサービスなの。お店を探すときって約 45% の人が Google マップを使ってるんだって。 Google マイビジネスっていう企業や店舗のページを充実させることで Google が正確な情報をキャッチ、 Google マップの上位に表示されるようになって見つけてもらえる機会が増えるの。それをこの道のプロが対策してくれるんだよ。 Google で検索を上げる SEO みたいなのだね。そう、 SEO と違ってここに表示されるからさらに効果高そうだよね。でも料金高いんでしょ。ワイズクラウドだよ。 IT の総合商社が選ぶ IT のセレクトショップ、ワイズクラウド。なめたらあかん。言うと上位表示された分しかお金のかからない成果報酬。それはありがたい。有料のネット媒体より Google MEO の方が表示露出高いし効果ありそうだね。ネット媒体も結局は Google からの流入だし、しかもお店を選ぶときって約 20% の人が口コミを見てるんだって。 Google の口コミも結構見てる人が多いから MEO 対策をしてるとページの充実にもつながるし、口コミも書かれることが増えそう。確かにここの口コミ大事だな。いずれにしても Google 対策はマストでしょう。 WISE で Google MEO も導入しよう。